年金の完全理解と大改革というですね、まあ、いずれにしても厚生省の年金課長が言ったように40年貯めたものを払うときにはもう貨幣価値が変わってるから意味がないよと、だからどんどん使ってしまった方がいいんだと。でどのくらい使ったかなんですね。これがねなかなか難しいのはですね、どのくらい年金を納めたのかとか、どのくらい積み立てたのかとか、どのくらい残ってるのかっていうのがですね、信頼できる発表がないんです。それもこの中で、なぜ信頼できる発表がないかを書きますが、現在残ってると言われているものが大体150兆円ぐらいなんですね。まあ、国民年金で10兆円、厚生年金で150兆円とこうされてるわけですが、あんまり細かいことを 言ってもダメなんですよ。で、全体的にどんな感じかって言いますと、残ってるはずのもので、のうちですね、帰る見込みのない、もう融資先がですね、特殊法人とかそういうところに貸して戻ってこない見込みの金は約90兆円ということも、これは大体分かってるんですね。だから現在60兆円ぐらいしか残ってない、5、60兆円ぐらいしかお金がないんじゃないかと、まあ、こういうふうに言われてるわけです。これでは乗り切れないんで、税金を300兆円ぐらい補填するんじゃないかとか、一説にはですね、これら全部の年金関係の損失は現実的には800兆円ぐらいになるという人もいるわけです。で、こういった数字ですね、国民にとって非常に重要な数字が確定しないのはですね、年金に責任を持っている厚労省が国民の立場から見た正しいレポートを作らないというかですね、実はこれ作れないという問題があるんですね。この年金シリーズをお読みの人は、厚労省はひどいことしてるじゃないかと思うかもしれませんけども、実はですね、役人というものができる限界というのがあって、それを国民が理解しないか無視しているということにもあるんですね。ちょっとそれを説明しますと、年金の運用先、まあ、つまり貸している会社とか団体、例えばですね、どういうとこかというと、住宅金融公庫、年金福祉事業団、日本政策投資銀行、国際協力銀行、都市基盤整備公団、日本道路公団、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、社会福祉医療事業団、電源開発公団、日本鉄道建設公団、日本育英会、緑資源公団、地域振興整備公団など、いろんなこういった、まあ、公庫とか公団だとか事業団というのがあるわけです。そういうところに貸してるわけですね。で、これはですね、非常に変な話なんですよ。というのは、もともとこれらの団体というのは1年に15兆円の政府出資金とですね、2.7 兆円の補助金で運営されてるんですよ。言ってみればほぼ。だから、なんていうんですかね、まあ、簡単に言えば、こういうの全部税金でも国債でもそうなんですけど、まあ、国民が税金のようにして出しているお金のところに年金も出すんです。そうすると税金、補助金、国債、年金全部一緒なんですよ。まあ、簡単に言えば。で、これらは全部が赤字事業体なんです。ですからもちろん、そのお金の評価ですね。普通のこう、市中銀行とかそういう評価でしたら CC なんですよね。ですからこんなところをもう普通は貸し出さないし、焦げ付くに決まってるようなところなんですね。だから正常な意味で厚労省はですね、投資した資金が返ってくるかという計算自体ができないんです。ちょっと繰り返しますとね、これはちょっと世の中の常識とかなり違うんで、すぐに理解が難しいと思うんですけども、貸したお金が返ってこないっていう現実があるので、これがまあ焦げ付きなんですが、実はもし貸したお金を返してもらっても意味がないんですよ。この2つがあるんでややこしいんですね。貸している公団などのほとんどは赤字なので、もともとお金が返ってこないというのが一つありますね、もちろん。これは簡単ですね。もう一つはですね、これがややこしいんですよ。わかりにくいです。仮に返ってきたとしてですね、それは政府が税金や赤字国債を使って返してくるので、国民にとっては納めた年金を回収するために、自分が新たに税金を納めるということなんで、まあ同じなんですね。ですから、その年金だけ返ってきたような気がするんですが、実はその分だけ税金を取られるということになるわけですね。つまり、年金の貸し先というのは公的機関にならざるを得ないんですよ。私的なところで危ないところに貸せないというのは前回お話ししました。で、そこにはですね、1年に20兆円ぐらいの税金の補助金が入っているところに貸すわけです。
そうすると、例えば1990年から25年間、どのくらい投入されたかって、単純に計算しますと、500兆円投入されてるわけですね。そこに年金側が100兆円を貸してるということなんですよ。つまり、なんていうんですかね、税金が我々税金として払う。国債はまあ買う。それから年金は払うと。まあ、こういった、いずれにしても国民が政府に貸したものがどんぶり勘定で運用されるんですね。ですから、政府がもしですね、年金を貸し付けてそれが焦げつくという印象を与えてはいけないと思えば、税金で年金を返せばいいんですよ。そうすると年金は回収できるんです。年金の90兆円、なくなった帰ってこない見込みの90兆円は返ってくるんですが、税金で返してきているので、その分だけ増税されると、こういうことなんですね。で、もう一つは、厚生省が焦げついた金額を発表できないのは、もう当然戻らないお金なんですよ。赤字ですから。で、何しろ政府の金を20兆円毎年使ってるところに貸してるんですからね。だから、返ってくるはずがないんですけども、現在のところまだ貸している状態なんで、焦げつくんだということを正式に認めることもできない。その結果、厚労省のレポートをいくら見ても、実質的に嘘が書いてあるということで、まあ、専門家によって、150兆、30兆だったり、150兆だったり、300兆だったり、800兆だったり、もうむちゃくちゃになって、国民は何があるのかわからないというわけですね。ここにこの積み立て型、年金というのを国がやる場合の問題があるわけです。つまり、私企業でも儲けるのが大変なのに、公団のような、まあ、ある意味で社会的なことをやらなきゃならないところは儲からないんですよ。また儲けると不満を言われることもあるんですね、文句を。つまり公団などに勤めている人の多くは真面目な人なんですよ。能力もあるし。で、少なくともそのご本人たちは誠意を持って仕事をしてるんですよ。だけど、なんたって効率が悪いわけですから。そしてビジネスにならないから公的な機関がやってるわけですよ。ビジネスになるんだったらね、例えば、鉄道敷設公団なんてあるわけですけども、こんなのはまあ鉄道がやらいいことなんですよ。JR があるんですからね。だけども、まあ国としてはやらなきゃいけないってことは今のところなってるんですよ。電源開発公団だって別にいらないんですよね。別に電力会社があんなに大きくて威張ってるんですから。だけども、まあ国としては一応今のところやらなきゃいけないってことになってるんですね。ですから、こういうとこは赤字に決まってるわけですよ。つまり、まあ、あんまりグズグズと書いても仕方ないんですが、とにかく結論としてはですね、このブログの3つ目に書きましたように、厚生年金のお金を運用することは現実的に不可能だということなんです。経済学者は何と言おうと絵に描いた餅だというんですね。事実、最近ではもう金利が低いですから、数年前から運用資金の利回りの目標とは 4% ぐらいに置いているのに、焦げ付きを含めなくても、運用益というのは 0.5% を切ってるんですからね。だから現実的にダメなんですよ。そんな中でですよ、年金も国の仕事なんですが、国の仕事で 0.5% 以下の運用実績しか得られないのに、並行してアベノミクスと日銀のインフレターゲットが進められていて、どんどん今のところ貨幣価値が下がってるわけですよね。下げようと、貨幣価値を下げようとして135兆円も日銀は吸ってるわけですから。そうすると、どういうことになってるかというとですね、まあ非常に大雑把に言えばですよ。これ細かい数字をやればやるほど嘘が入ってくるんですね。150兆円のうち50兆円が残っていると。その貨幣価値が 2.2 分の1になると。インフレターゲットで。だから20兆円ほど残ると。まあ、さらにこれがまあ、もう少し減りますから。結局10分の1になったことはもうすでにはっきりしてるんですよ。我々が今まで貯めてきた厚生年金というのは、いずれにしても10分の1ぐらいになってしまったんですよ。ね、だけども、これについてこれをごまかすことは今後政府がするだろうと思われるんですね。それは年金に税金を投入すればいいわけで、まあ、いろんなことしてくると思うんですが、それはごまかすことはもう間違いないと思うんです。ごまかすしかないんですよね。つまり、積み立て型の年金というのは、最初に厚生省の年金課長が言った通り、どんどん使ってしまえと。どうせなくなっちゃうんだと。だって運用先がないんですからね。運用先っていうのは儲かる運用先がなくて、役人が天下ることができる運用先があるということだけなんですね。現実に日本でないんですからね。ないことを無理やり言ってもしょうがない。その点ではこの厚生省の年金課長は本当に正直で正しいことを言ったんですね。これを誰がごまかしたのかとかね、誰がその後悪さをしたのかっていうことが問題なんですが、
じゃあ悪さをしない方法があったかということも我々国民は考えなきゃいけない。そうしないと我々が一生懸命貯めた年金が今後も10分の1になってしか返ってこないということなんですね。じゃあこの話を聞いたらですね、いや俺のとこはまあ10分の1じゃないかもしれない、2分の1ぐらいは返ってるよって言うと、それは税金が入ってるんですよ。自分が払ってる税金が入ってるんです。だから本当は厚生年金はないんですね。だけども自分が払った税金が返ってきてるので、一応自分のものになってるような気がしてると、まあ、そういうことですね。